餃子の王将天ヶ崎インター店。俺はこのメニューを初めて注文した。忘れられない中華そば748円、いただきます。このメニューは見た目懐かしい感じだが初めての味。魚介だしの風味やネギ油が香る醤油ベースのスープ、あっさりなのにコクのある味わい。チャーシューは炭火焼きで4枚乗っているのが嬉しい。香ばしくてうまい。麺はスープがよく絡んでうまい。ナルトが昔ながらの感じで懐かしい。この中華そば実にうまい。シナチクもいい感じ。海苔は意外にでかかった。チャーシューを海苔で巻いて食べると最高にうまい。だが俺は後悔した。こんなにうまいメニューをなんで今まで注文しなかったんだと後悔した。でもうまいのでおすすめです。ぜひ一度お試しください。おいしかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。